皆さんこんにちは、トゥジョブです。ということで今回なんですけども、全機種対応チャプター3シーズン4の超見やすい新企画を紹介したいと思います。はい、ということで最近フォートナイトの方で新シーズンが始まったということで、配信でも言われた見やすい新企画の方をね、今回はね動画にしようと思います。使っているモニターの設定やフォートナイト側の明るさとかも公開しようと思うので、よかったら最後まで見ていってください。このチャンネルでこういった情報なども紹介しているので、よかったら高評価、チャンネル登録、通知音お願いします。それでは早速本編やっていきましょう。通常マッチに行きながらね、グリーシーでも降りてみる。なんかマントつけてる、いいね。ワンプン強いよこの武器、レバーショットガン。あぶねー、スナイパー持つか。スナイパーとまだ DMR だった。なんかスナイパーと DMR なんか似てますね。いやー、ティルタワーの境目いいね、これ。高いところだから見れる。ちなみに今回 PC 側の刺激の設定と CS 側の刺激の見やすい設定、どちらもね、紹介しようと思うので、マジでこの設定めっちゃ見やすいっす。もう悩みに悩んだやつだからね、本当に。悩みに悩んだ結果の刺激を紹介します。もうすぐですね、ストームが収縮されるまで。金庫が開けれる、きたー。これ強いよな、これ。これぞスナイパー、今度こそ。開いた。あぶねえ。おー、あぶねえ。勝つんかーい。危な。 HP1。 はい、色覚はこんな感じですね。はい、こんな感じで、この設定が今明るさが100の1型に視覚の強度が10で、色彩モードがインターフェースが 1.01 で、この色覚です。めっちゃ見やすいっす。めっちゃ見やすい、これね。マジで見やすいっす。でアンチ外になると、このようにめっちゃ見やすいですね、これも。ちなみにこれはパフォーマンスモードでやるとマジで見やすかったですね。2型に視覚の強度5、これでね、マジでめちゃめちゃ見やすいです。このようにめっちゃ見やすい、透けて見える。でアンチ外に入ると、このようにアンチ外も見やすいという感じですね。マジで見やすい、めっちゃ見える。マジで見える。見たい。いやー、死ぬ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 、危ねえ危ねえ。通常マッチとは思えない猛者がいる。ということで、刺客の方は今の2種類がね、めちゃめちゃおすすめです。はい、ときに今から CS 限定の見やすい刺客を紹介しようと思います。より CS に近づけるために今影をつけてます。このように、います。おい、いや、そろそろアンチが来るね。はい、で CS の方の見やすい刺客はこれですね。1型に刺客の強度5、これがねめちゃめちゃ見やすいです。アンチ外でもこれですね。はい、アンチ外でもこんな感じで、外から見るとこんな感じですね。めっちゃ見やすい、ほら、めっちゃ透き通って見える。なので CS の方は1型に視覚の強度5、これがねマジでめちゃめちゃ見やすかったんで、ぜひ皆さんも設定してみてください。いやー、マジで見やすいね。ストーム外もね、そんなに見づらくないからね。ほら、めっちゃそんなに見づらくない。今影もついてるからね、より CS 勢の映像に近づけてると思います。ストームはこんな感じでめっちゃ見やすいですね。1型に視覚の強度5、めっちゃ見やすい、ほら、アンチ外めっちゃ見える。はい、というわけで本日の動画をまとめると、 PC の方はパフォーマンスモードにして明るさ 100% で1型に視覚の強度10、
2型に近くの強度5もおすすめですね。で CSJ の方は1型に近くの強度5、これがねめちゃめちゃ見やすかったんでおすすめです。というわけで本日の動画はこの辺で終わりたいと思います。この動画少しでもいいなと思った方はぜひ高評価チャンネル登録お願いします。またわからないところへやってほしいリクエストがあればコメントで教えてください。また Twitter もやってるのでよかったら下もフォローよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。よし無理や。まずい。新時代流します。いややめよう、著作権 BGM もやめようあ終わったかもしれない。危なっ
振り向き早っ。後ろ先向いてたのに。どっから打ってきた今の。後ろ向いてたよ今。僕打った時すぐ打ってきた。振り向いて。なので振り向く瞬間見えなかったよ。どういうこと今の。なんで勝ってる。危な。先5本でアリーナ行きますか。よし、これででも温まるとアリーナ行ってみよう。やべ、やらかした。危ねえ。ハハハハ。